石川先生が生きておいでなら手を貸してくださる。
네 사무라이 갈수 이제 가라. 야무로 내 기운 하루. 좀 알라. 텐트 봐. 야구. 진. 용기를 모태. 대기를 미소요. 교니 조즈르 와 옥병의 시루시. Hey!
戦に勝つためだ。天子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 
진하로 Harbo. What is Betty?死にかけたことがあってな。困っておる様子だが、何があった？二の集落でひどいいさかいがありまして、賊と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう、俺が見てこよう。 お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年は専ら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは得心がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。 そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。より頑丈になりました。助かった。陰ながら飛ぶ。 もし太刀のお手入れをいたしませんか。きっとお気に召します。酒井様、十分な素材をお持ちください。
日吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。弓を見て差し上げましょうか。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。恐れながら数が足りませんね。あなたのご武運を願ってますよ。お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか。お話をしてみてはいかがです。いつか立ち寄ってみよう。手に入りにくいものが揃ってますよ。うまくお使いください。どうぞ。素材が足りないようですね。また来よう。またお越しください。侍、こちらは酒井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ。まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。
優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処。侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、すべて人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。モコも島の者も。それにムクロはすべて侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか。調べてこよう。坂井様、志村様はご健勝で。今は猛虎に囚われておいでだ。ご心配なく。辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに和歌まで。坂井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。石川先生の道場。いさかいがあったか。調べてみよう。射抜かれた後に矢を抜いておる。これは血の跡。新しくはない。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な庵。動くな。石川先生。坂井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。
その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。